今月10月の歌舞伎座では、この平家女房の島瞬間を尾上菊之助が初役で演じています。で、今日はこの千鳥の相方を弾きますが、この海辺のシーンでよく使われる曲でして、この瞬間の中でもこう一定の速さでね、何回か使われてるんですけども、一番印象的なのは、最後、島に一人残って、この岩に登ってね、おーいってね、声をかけていたのが聞こえなくて、こうじっとね、遠くを見つめているところで惹かれる、間を持ったね、弾き方っていうんですか、その時の瞬間の気持ちを表す音楽として、とても心に残ります。ですので今日はその最後のシーンをイメージして弾きます。では。以上です。